この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。新人探し。2023年9月18日。大学進学のために家を離れるとき、祖父がしてくれた話。すごく怪談らしくて気に入ったので記録しておこうと思う。祖父が都会の大学に進学して、寮に入ることになったとき、祖父の父親からは、都会では若者をダメにする誘惑がいっぱいある。まして田舎から出てきたばかりの1年生なんてカモにされ放題だ。悪い友人に遊びに誘われたりしても応じてはいけない。そんな風に注意されていた。祖父が寮生活を始めて数日後、大学の入学式があった夜、他の部屋の先輩から、新入生の歓迎会をやるから、夜11時に俺の部屋に集合な。飲み放題だぞ。と言われた。飲み放題と言われても当時の祖父は18歳だし、父親の悪い遊びに誘われて、という注意を思い出しておずおずと断った。先輩は、ええ、一晩くらいいいじゃないか。寮のみんなと友達になれるしさ、飲みたくないなら飲まなくていいし、食べ物もいっぱい用意するし。と食い下がってきた。祖父は心が揺れたが、最初が肝心と思って、でも、俺はいいです。と断った。先輩は、そうか。と、難しい顔をしたが引き下がった。歓迎会の夜、祖父は真面目に机に向かって勉強していたが、先輩の部屋からはみんなの喋ったり笑ったり、歌ったりする声が聞こえてきて、内心、羨ましくて仕方なかった。夜12時が近くなってきた時、先輩たち寮生が10人ばかり、やっぱり一緒に飲もうぜ、と、乱入してきた。狭い部屋にぎゅうぎゅう詰めになったけども、祖父は嬉しくなって喋ったり歌ったりに加わった。12時になった時、騒ぐ声の合間というか、隙間に、バターンというドアを開け閉めする音が挟まるようになった。寮生がどこかの部屋に出入りしてるんだろうと思ったが、その音は規則正しく、バターン、バターンと繰り返され、しかもだんだん近づいてくるような気がしてきた。先輩に、誰か出入りする音がしてますね。と言うと、だね。まあ他の部屋でも飲んでるから、気にすることはないよ。先輩たちは大声で歌い出したが、バターン、バターン、という、ドアを開け閉めする音はどんどん大きくなって、確実に近づいてきていた。先輩に、あの、近づいてきますよね。と、思わずすがると、だから気にするなって、ほれ、これで聞こえない。と、布団を頭からかぶせられてしまった。祖父はなんだか嫌な気持ちと怖い気持ちで、布団の中で油汗を流していたが、やがて先輩が布団をめくって、やれやれ、今年も終わった。お騒がせ。と、祖父を引っ張り出した。先輩たちが言うには、この寮には昔から、新人探し、と呼ばれる何かが住み着いていて、年に一度4月の入学式の夜、寮の各部屋のドアを開けていって新入生を探すんだそうだ。ただし姿は見えず、ただ次々とドアが開いては閉まっていく。鍵をかけていてもドアは開くし、閉まってから確かめたら鍵はかかっている。それだけで他に害はなく、本当に新入生を探しているのかは不明だが、そんなもん一人で見ていたら怖すぎるので、みんなで集まって、まずは酒を飲んで騒いで理性を飛ばし、その部屋のドアが開けられるときは、みんなで布団やら何やらをかぶって見ないようにしている、ということなのだ。先輩曰く、最初にネタバレしちゃうと、じゃあ正体を見てやる、とか言って部屋から出て行って見た奴がいたらしいんだ。でも、なんか廊下で消えちゃって戻ってこなかったって。だからまず一回体験させてから説明することにしてるんだ。もちろん翌年からは、祖父も新入生に酒を飲ます側に回った。祖父はもう80歳を超えたが、寮で一緒だった連中とは今も親友だと言っている。
おしまい。あんまぼとけ。知り合いの話。彼の祖父はかつて漁師をしていたという。遊びに行った折に、いろいろと興味深い話を聞かせてくれた。あんまぼとけって呼ばれとる石ぼとけがあった。小さな滝のすぐそばに、ぽつんと置かれた石ぼとけさんだったんだけどな。これに背を預けて座ると、背中をゆっくりあんましてくるんだ。実にいい塩梅でな。任せていると、つい寝ちまいそうになる。でも、そこで寝ちゃいけねえ。ちょっとでも寝入っちまえば、その途端背中をガツンと殴られるんだ。まるででかい木槌でどやされたみたいによ。あざができるほどだったから、大抵のものは一回こっきりでやめておくさ。寝込むのを我慢すやあ、すごく気持ちよかったんだがな。その石仏さんな。いつの間にか誰ぞに叩き割られて粉々になっとったわい。うっかりと、柄の悪い奴をどついちまったんだろ。仏さんのくせに人を見る目がねえよなあ。そう言って祖父さんはカラカラと笑っていた。ジャカーシー。自分がまだよちよち歩きだった頃のこと。曽祖父の法事で、母方の親戚一同と母と自分とで本家に行った。その家は山の中の大きな木造建築で、今時珍しいくらい古臭い作り。親戚一同は温厚な人ばかりで、法事は和やかに進んでいたらしい。しかし、まだ小さい自分は昼寝が必要で、眠くてぐずり出したのだそうだ。仕方ないので、母が自分を連れて母屋から曽祖父が使っていた離れに移動。持ってきていた昼寝布団を敷き、自分をあやしながら寝かせようとしたそうだ。すると、ミシッ、ミシッと、廊下がきしむような音が、自分たちの部屋の前まで来て、しばらくするとまた遠くから音がしてくるというループ。そのうちタンスやら額縁やらまで鳴り出し、母はものすごく怖い思いをしたらしい。法事のため持ってきていた数珠を握りしめ、自分を抱いて母屋に戻ろうとしたその時、眠っていた自分がカッと目を開き、ジャカーシー、今寝たんぜ、起こすなたわけ。と、怒鳴ったそうだ。幼稚園にも通わない子供の暴言に思わず硬直する母。自分は何事もなかったようにまた眠り、音はピタッと止んだという。ちなみにそれを聞いた親戚一同。じいさんの言い方そっくり。と、言ったそうだ。みんなはじいさんが守ってくれたというが、当然自分は全く覚えてないので、真偽のほどは定かではない。秘密基地にて。友人と二人で廃墟を、秘密基地と言って占拠していた頃の話。暗くなって、もうそろそろ帰ろうという時間帯になってから、何人かのグループがその廃墟にやってきた。自分も友人も秘密基地に誰にも来てほしくなかったから、あちこちでわざわざ音を鳴らしたり後を走ったり、階段の下から足を掴んだりしてた。そんなことを続けているうちに心霊スポットとして噂が広まってしまったのか、どんどん人が来るようになってしまったから、自分と友人は撤退せざるを得なかった。撤退してしばらくすれば噂も収まるだろうから、またその時に戻ればいいなんて考えていた。でも、それから全く噂が止むことはなく、なぜか幽霊の目撃談が出てくるようになった。目撃者の話によると幽霊の容姿は、老人だったり女の子だったり血みどろの男だったりと様々。中でも一番多かったのは、メガネをかけたおとなしそうな中学生くらいの男の子。当然、自分も友人も廃墟には行っていない。だから噂を検証するためにもう一度廃墟に行くことにした。いざ訪れてみたはいいものの、待てど暮らせど何も起きなかったので、懐かしさもあって廃墟に潜んで幽霊のふりをすることにした。しかし、これまた待てど暮らせど誰も来ない。
廃墟に潜んでいるのが飽きて帰ることになり、廃墟を出た瞬間、耳元で、またね、って声がした。この時は声に怖くなって慌てて帰ったけど、もしかしたらこの幽霊は自分たちが秘密基地にしていた頃からずっといて、出て行った後も脅かす役を引き継いでくれてたのかと思うと、なんか笑える。昔のことを思い出しながら書いたから、読みにくかったらごめん。つまりは、君たちだけが遊ぶ分にはオッケーだったんだけど、いっぱい来られるのは嫌だったから脅かしていた。そしたら久しぶりに君たちが来てくれたから、嬉しくなってつい声かけちゃった。と思ったらなんか可愛い。座敷わらしみたいな子が住んでたんですかね。嬉しかったんだろうな。そういえば、あの廃墟でよく物をなくしたんだけど、翌日にはほぼ出てきたな。出てこなかったのはデジモンカードと輪ゴム鉄砲、水鉄砲くらいか。あの廃墟、それからもしばらく通ってたんだけど取り壊されちまった。あの幽霊も、どこか別の遊び場を見つけて元気にしてるといいんだけどな。忍者ごっこ禁止令。私が保育園児だった頃の話。両親は共働きで朝早くから出ていたので、私を保育園まで送るのは、当時存命であった祖母の役目だった。祖母が化粧をしている間に暇を持て余した私は、しばしば、忍者ごっこで遊んでいた。なんてことはない、祖母の部屋の襖を開けて、その前の廊下を走って往復するだけの遊びだ。ドタドタ廊下を走り回っては、今の見えた？などと祖母に聞いていた。そもそも祖母は廊下に背を向けて化粧をしていたため、私の方を見てはいなかったのだが、飽きもせず走り回る私に付き合い。見えなかったよ。今日の忍者さんは足が速かったねー。などと言ってくれていた。ある日、祖母から、忍者ごっこをやめなさい。と言われた。理由を聞くと、床が痛むとか、仏間につながる廊下だからうるさくしたらいけないとか、そういう理由だったのだが、なかなか言うことを聞かない私に祖母はこう言った。そこの廊下は私ちゃんが忍者ごっこをしていない時でも、時々誰かが同じようなことをしている。私ちゃんは廊下を行ったり来たりするけど、その忍者はいつも仏間の方に行ったきり帰ってこない。私ちゃんもいつかそうなってしまう気がして。そういえば、なんでこんな遊びをしようと思ったのかすら、私にはわからない。リア友は、自分、ものすごく怖がり。ホラー映画とか見ると、数日は隙間や暗がりにビクビクする。極度の怖がりだし。霊とコンタクトを取るなんて考えられなかった。このスレでよくある、幽霊と仲良く、なんて羨ましいとも思わなかった。ただただ怖い。それに、当然自分には霊感なんてないと思ってた。思ってたんだ。ところが数日前に、姉に指摘された新事実。あんた、外でよく何もないところに向かって喋ってるよね。独り言のことか？と思ったが、家の中でならまだしも、外で独り言は言わないし。よくよく聞いたら、どうやら違うらしい。自分が喋ってた人間たち、どうも他の人には見えないらしい。しかしそれよりも何よりも怖かった新事実。そうすると自分、生身の友達は2、3人しかいないようです。寂しい。じいちゃんの部屋。俺が消防の頃の話。夏休みに家族でばあちゃんの家に遊びに行くことになって、俺と兄貴はその頃流行りのスーパーファミコンとお気に入りのソフトを持って行った。ばあちゃんの家は周りに山が多いところで、近くには海もある。消防の時の俺たちにはまさに天国だった。そして帰る前日の夜、
俺は飯を兄貴より早く食い終わって、2階に置いてあるスーファミで遊ぼうと思い階段を上がった。2階には亡くなったじいちゃんの部屋があってそこに小さなテレビがあったから、夜な夜な兄貴と格闘ゲームでこっそり盛り上がったりしてた。で、その部屋に入って俺は一人でゲームしてた。そしたら10分ぐらい経った頃に、突然ドアが開いて兄貴が入ってきた。でも階段を上がってくる音がしなかったから、俺はめちゃくちゃビビって、うおって叫んでしまった。でも兄貴はなんでか反応もせずに、俺の隣に座ってコントローラーを手に取り出した。なんだか兄貴の様子が変だったから、大丈夫？って聞いたが、それも無視。で、気がついたらゲームの対戦モードにいつの間にか変更されていて、兄貴はキャラをいつの間にか選んでいた。仕方ないから勝負することになったんだけど、兄貴普段はめちゃくちゃ強いはずなのに、その日はなぜか全然弱かったのな。なぜかガードしかしない。まああのくらいの強さなら俺でも簡単に勝てるわけで、あっさり勝ったよもちろん。で、やっぱ消防の頃だからな。兄貴よええって爆笑しちゃった。そしたら兄貴、突然泣き出して、って言いながら部屋を飛び出してった。はぁ？なんで泣いてるの？とか思いながら、部屋飛び出していった兄貴を見ると、廊下の突き当たりにある窓を開けて、飛び降りようとしてんの。マジでビビって俺が動けない間に、兄貴は窓から飛び降りた。突然起きたことに腰が抜けて動けなくて、お母さーん、って叫んだ。すぐにばあちゃんとお袋と親父が2階に上がってきた。兄貴が、窓から。窓からどうした？飛び降りた。それを聞いた親父は、変なものを見る顔で俺にこう言った。あいつなら1階で寝よるぞ。1階に降りると、確かに兄貴は寝ていた。死んでたってオチはないよ。俺の勘違いってことで平和的に解決したしな。でも俺は、あれは勘違いじゃなかったと思う。確かに兄貴は窓から飛び降りたんだ。俺が思うに、あれ、じいちゃんの霊が兄貴に化けて出てきたんだろうかなって思ってる。じいちゃん、俺の顔を一度も見ずに死んじゃったから、驚かせないように俺が一人の時に兄貴に化けたのかなって。じいちゃんが泣いてたのは悔しいんじゃなくて、俺と一緒に遊ぶことができたから、嬉し泣きしたのかなって思った。じいちゃん、会いに来てくれてありがとう。死んでもファン。投稿日、2013年12月22日。今年の3月、姉の引っ越しの手伝いで関東地方へ。引っ越しはスムーズに進んであっさりと仕事終了。やることねえなぁ暇だなぁとなったので、プロ野球のオープン戦でも見ようかと計画。調べたところ、西武ドームで埼玉西武ライオンズ対横浜 DeNA ベイスターズの試合があるとのこと。次の日にこれを見に行くことにした。当日、西武ドームに余裕で入ることができたので、屋台で食べるもの買ってのんびりと食べながら選手の練習を観察。観客も増えてきたことを実感。ちなみにプロ野球の試合を見に来る人は、大体がチームのファンか家が近いから見に来るか。俺みたいにどちらのファンでもない人間がぼっち観戦というのはまあまあ珍しいこと。かっこ俺は中日ファン。この日は埼玉西武ライオンズのホームグラウンドのため多くがライオンズのファン。その中にちらほらとベイスターズファンも。西武の活気すごいなぁとドームをキョロキョロしていたら、突然後ろから声をかけられた。お兄さん、どっち応援するの？振り向くと、そこにはベイスターズのユニフォームを着た子供が立っていた。俺は中日ファンだから別にどっちも応援しないよ、と言ってからまた前を向いた。だが、この子供は結構しつこかった。ああ、中日か。監督が不安だよね。今年はうまくいけばうちが中日越せるかも。ブランコもいるし、番長とか藤井がきちんと投げてくれればなぁ。以下役。うるせえ。
しばくぞクソガキ。そんな感じで少しイライラしてきた反面、こいつ野球詳しいなと感心もした。内容は忘れたけど、こんな感じで野球の知識を俺の耳元でペラペラ話す子供。野球好きすぎだろ。てか、ベイスターズ好きすぎだろ。ベイスターズはここ数年リーグでも最下位ばっかだし、よく応援してられるなぁ。そう思った瞬間。早く優勝してくんねえかなぁ。急に子供の声がおっさんのようなドスの効いた低い声になり、耳元に響いた。え？驚いて振り向いたら、子供はもういなかった。その時じわこわくらいのもんだったんだけど、後で気づいた。その子供、着てるユニフォームが15年くらい前の、ベイスターズが優勝した時のものだったんだよね。まあ、そんなこともあるだろって言われたらそれまでなんだけど。当時体験した時は結構ゾッとしたんだけど、文字に起こすと、そんな怖くなかったかな。すれ違いになってしまったかも。ごめん。ただ、ちょいちょい思うのが、もしこの子供が霊だったのなら、ひいきのスポーツチームに未練があって、この世にとどまる霊がたくさんいるかもってことだよなぁ、と。そしたらドームとかスタジアムって、完全に超一級の心霊スポットだよなぁって。言い訳みたいなこと言ってしまって失礼。そして打分投稿も失礼。薄緑の腕。なんか昨日の夜、玄関で薄緑色の腕がうちの猫を撫でてた。俺はそれ以外何も見てないんだけど、おかんが玄関の戸を2、3回開け閉めする音を聞いたらしい。兄も部屋でゲームしてたし、友達も来てないからおかしいなーって思ったけど、そのまま横になったと。そしたら、ピシッピシッって窓から音がしたらしく、怖いのダメなおかんは音楽かけて寝たそうな。おかんとさっきその話してたら、兄貴が、そればあちゃんだろ。って、よくよく考えたら、昨日ばあちゃんの命日だったんよ。だから遊びに来たのかなーって話で落ち着いた。俺が物心つく前に亡くなったからよく覚えてないけど、兄貴曰くばあちゃんは人を脅かすのが好きなお茶目な人だったんだと。ばあちゃん、生前と同じように家族を驚かそうと思って出てきたんだろうな。あまりにまがまがしい薄緑の腕だったから、俺てっきり悪霊かと思って、ぬこに手を出すんじゃねえって、思いっきり睨んじまった。ごめんばあちゃん。今バリバリ背中に気配するけど。ほんとごめん、また来てくれよ。薄緑色って、明らかに人外じゃねえか。ばあちゃんってナメック星の人かなんかなん。ちょ、後ろの人ほんとにばあちゃんか。思いがけないプレゼント。20年くらい前の話。田舎で祖母が死亡した時のこと。母方の実家は地元では名士で、医者でも教師でもないのに、先生と周りから祖父は言われていた。そういう人なので、あちこちに愛人を作ったり、結婚と離婚を繰り返したり。祖母はそんな祖父に一生振り回された人だった。そして、その祖母が死んだ時、腹違いの兄弟たちが、祖母の些細な遺産を譲るもんかと。祖母の長女であるうちの母に、葬式の席で、遺産は何もない。手ぶらでこのまま帰れ。と言い張った。もともと、祖母の遺産は、もらうつもりはなかった母だけど、何か、形見になるものが欲しいとお願いしたが、糸くず一本渡さんと言われて、しぶしぶ家に帰ってきた。そして晩ご飯の時に、ことの顛末を話していると、突然末の妹、当時2歳が、あ、と声を上げて、自分のおもちゃ箱に向かった。そして、新聞紙に包まれた小さなものを出して、ばあちゃんが、これどうぞって言ってた。と、母に手渡した。なんのこっちゃ。と皆頭にハテナマークが飛び交う中、母が新聞紙を開くと、そこには、祖母が裁縫の時に使っていた糸切りバサミが入っていた。
使いやすいように友知手に糸を縛り付けていたので、一目で母は祖母のものだとわかったらしい。妹に詳しく聞こうとしても。ばあちゃんが来た。どうぞって言ってた。ピューンって消えた。と容量を得ない話しかできず、結局、何が起こったのか未だに不明。祖母は裁縫が得意で、自分の着物も洋服も自分で縫っていたし、その血を継いだのか、母も和裁洋裁が得意で、近所で教えるくらいの人だった。もともと、遺産はいらないので、祖母の裁縫道具を譲ってもらおうと思っていた母には、思いがけないプレゼントになった。俺はアシスタント。霊能者のとこでバイトしてた時にあった不思議なことを書いてみる。思い出しながら書くから、長くなったり遅くなったりするかもだけど、暇なやつだけ読んでほしい。大して盛り上がりもないけれど、実際に俺が経験した呪霊的な儀式の話。友達のばあちゃんが占い師やっていて、その人に紹介してもらった縁でとある霊能者のアシスタントをすることになった。仕事を始めて数ヶ月経った初夏の日、学食でダラダラしてたら、霊能者に持たされた PHS が鳴った。今日の夜8時に家に来い、赤ワイン1本買って来い、とのこと。俺は安物の赤ワインを買って指定された時刻に霊能者の家に行った。霊能者の家に着くと、俺はいつもの通りに到着を知らせるため裏口の横にあるブザーのスイッチを押して来訪を知らせて、母屋の裏にある待機小屋に行く。しばらくすると霊能者が来て、俺に指示を出すってのがいつもの流れ。その日も俺が到着して部屋で待機してると霊能者がやってきた。この霊能者ってのが、見た目はちょっと派手だけど普通のおばさん。デブでもブスでもなくて、見た目で言えば綺麗めな40半ばくらいの女性。ただし性格はこの上なくエキセントリックだった。どうも実力は本物らしかったが、俺にとっちゃいつもアホなこと強いてくるアレな上司。まあ霊感とかある人ならこの人のこともっとわかるのかもしれないけどね。今考えてみれば、妙に感が鋭い、ということはあったかもしれない。話を戻す。その日はまず車に荷物を積むように指示された。荷物の内容は、ごちゃごちゃ小物が入った大きいブランド物のカバンがいくつか、それと白木で作ったテーブルのようなもの、あとは除霊時のお約束グッズのラジカセだった。俺は指示の通りに仕事用のワンボックスカーに機材を積むと、霊能者を乗せて指示された場所に車を走らせた。そこは結構近所にある史跡的な公園というか広場のようなところ。敷地の中に資料館的なものや林やら公園的な広場があるところ。そこの来客用駐車場に車を止めると、正門のところにおっさんが立っていた。そのおっさんがここの責任者なのか依頼主なのか知らないが、うちの霊能者と話し始めた。俺は車で待機してた。手招きされて俺も呼ばれ、敷地内の丘のようなところへ車を移動させ、しばらくそこをうろついた霊能者の指示で祭壇を組み立てる。祭壇って言っても、さっきの白木の机に塩やら線香やら、その時の霊能者の気分と指示でいろいろ犯されるだけ。そして準備が終わると、俺は車を置いてくる。そしてその間に霊能者自身が自分の気の済むように準備を済ませておく。いつもそんな感じだったし、その時もそうだった。そして俺が戻ってくると、俺が喋ることは許されないのがお約束だった。霊能者に言いつけられていたことは、儀式が始まったら、一つ、お前は喋るな。一つ、お前はできる限り動くな。一つ、もし何かお前が異常に気がついたら、私の視界に入らないように後ろから腰を2回叩いて知らせろ。一つ、私が何か指示したらその通りに動け。こんな感じのことを言われていた。そしてその日も儀式が始まった。ラジカセから流れる一定のリズムに合わせて霊能者のおばちゃんが、俺に聞こえるか聞こえないかの声で何かつぶやきながら踊る。これはいつものことだったが、
その時は俺が買ってこさせられた赤ワインを時折巻きながら踊ってた。そしてさほど長くもない時間、5分くらいだったんじゃないだろうか。これもいつものことなんだけれど、霊能者のテンションが上がってきて、ワインを激しく振りまいたり浴びたりしながら踊りが激しくなる。そして霊能者がワインの瓶を放り投げて急に動きを止めた。その時の俺は、今日は案外早く終わったな、なんて思っていた。が、その時、霊能者が俺の方に向き直って手招きした。そしてゆっくりした動作で、少し離れた資料館の建物を指さした。資料館の街灯で薄ぼんやりと見える外壁のところに、一人の女性の姿が見えた。顔まではわからないけれど、黒っぽい服を着た女性がいた。俺は正直言って、痛いことしてるところを見られた、恥ずかしい、と、瞬時に思ったが、霊能者はその女性を指して俺にこう叫んだ。捕まえろ。俺は、やべえ、変態扱いされる、女性を捕まえたら訳を話して謝ろう、と思った。何せ指示通りにしないと怖いので、仕方なくその女性に向かって駆け出した。儀式をしてた丘の中腹からその資料館までは100メートルくらいだったんじゃないかな。その中間点くらいに俺がたどり着くまでその女性は動かなかった。でも、もう少しで表情が見えそうな距離に来たところで、その女性が逃げ出した。資料館の奥の方にある膝丈くらいの草が生えた藪のようなところへと。俺は足が結構速い方だと自負していたけど、結局は追いつけなかった。不思議なことにその女性は焦って逃げている感はなくて、常に一定の距離を置きながらスイスイ歩いているような感じ。ちなみに足はあったよ。30メートルくらいだろうか。その距離を保ったまま女性は藪の中に歩いていく。そして俺が藪のところにたどり着いた瞬間、女性が消えた。その時の俺は、うおお、逃げられた、通報される、と思った。そしてその藪のあたりで女性が出てこないかとうろうろしていると、霊能者がやってきて俺にこう言った。バカだねえ、逃げられたじゃないか。あれが今回のターゲットだったのに。俺は普通の女性だと思ってたけど、ということは、あれは幽霊だったらしい。霊能者はいつも俺に仕事の細かい内容は話さない。何をしてるのか、相手は何なのか。そんなことを話してもお前には意味ないし、余計めんどくさいことになるだけだから。と、霊能者はいつも俺に言ってた。でも霊能者は俺にその時はこう言ったんだ。お前があれに触れてれば一番いい解決法だったんだけど、仕方ないね。と。俺が、でもあれは普通の人で、やべえから逃げただけじゃないの？と聞き返すと。そうかもしれないね。でも、お前はあれの顔が見えたかい？というようなことを言い返された。その後霊能者は、地ならしするからと言ってその藪で塩をまいて歩き始めた。しばらくその行為を眺めてたら霊能者が、片付けな、というので、俺は車を取りに行って荷物を積み込み正門横まで戻った。待っていた責任者らしき男の人に霊能者は、とりあえず終わりましたけど、また何かあったら連絡をください。と言って車に乗り込んできた。そして霊能者の家まで送り届けて、片付けをして控えの離れで待っていると、霊能者がやってきて、今日はお前はヘマをしたから、と言って1万だか2万だかもらった。金額が曖昧なのはいつものこと。毎回金額が決まってなくて適当なんだよ。買い物だけさせられて5000円とかの時もある。まるでお手伝いした子供のおだちんみたい。税金関係とかどうしてたんだろうな。あとは帰る前に、これを飲んでから帰れと、しょっぱいおみきをもらって飲んだ。家に帰る時に空を見ると白み始めていたから、朝の4時くらいだったんだろう。その金で、デニーズでハンバーグ食って帰ったのを覚えてる。俺には霊能力なんてものはないらしい。霊らしきものをはっきり見たのは今のところあれが最初で最後だし、あの時も正直あれが霊だなんて俺は思ってなかった。
オカルト話や怪談は大好きだけれども俺にとっての実際の霊体験は、こんな微妙な不思議といえば不思議な話しかない。一度でいいから、ゲゲゲの鬼太郎やヌーベイやまとめで読んだ霊能者のような、冒険活劇を繰り広げてみたかったと思ってる。それにしてもあの時霊能者が言った、お前があれに触れてれば一番いい解決法だった。というのは、一体どういう意味だったのか。未だに謎である。おしまい。おかげ犬。知り合いの話。とあるひなびた峠道を歩いていると、いつの間にか犬が一頭、後ろをついてくる。痩せた白い体毛の犬で、首には大きな風呂敷包みを下げている。彼の方を見上げてクンクンと鼻を鳴らすので、魚肉ソーセージを分けてやった。犬は喜んでむしゃぶりついて食べ始めたが、その際にどこか緩んだものか、首から風呂敷が外れて落ちた。軽い金属音が響き、風呂敷から小さいものがこぼれて出てくる。大昔の硬貨、古銭だったという。結構な量が入っていたそうだ。犬が困ったような顔をしたように見えたので、古銭を丁寧に拾い集め、風呂敷に包み直してから首にしっかり結わえてやったという。犬は彼の手に頭をすりつけると、早足で道を駆けていったそうだ。その少し後、休憩中に行き合った登山者にこの犬の話をしてみた。変わった首輪をした犬を見かけましたよ、と。登山者はどこか悲しそうな顔をすると、次のようなことを教えてくれた。それって、おかげ犬って言うんですよ。昔、お伊勢参りに行きたくても行けなかった人が自分の代わりとして、飼い犬に餌代とお賽銭を持たせて、伊勢神宮まで送り出したってことらしいです。お伊勢参りって、大体グループで行くイメージあるでしょ？割とあったことだそうで、親切な参拝者に大切にされたらしいですよ。無事に伊勢のお札と奉納受領書を持って帰ってきた、という話はあちらこちらに残っているんだとか。ただね、この山道をさまよっている犬って、随分と昔から目撃されてるんですよ。かくいう僕も子供の頃に見た覚えがあります。やっぱり白くて薄汚れて、腹を空かせていて、古銭の入った風呂敷を巻いてました。地元じゃ、お伊勢さんにたどり着けずに迷ってしまったんだろうな。なんて。それを聞いた彼が微妙な顔になったのに気がついたのか、登山者は慌ててこう続けた。いや、本当に同じ犬なのかどうかもわかりませんし、幽霊じゃなくて生きてるみたいだし、田舎のヨタ話ってことで、あまり気にされないでください。それ以来彼はその道を通るたびに、風呂敷を巻いた白犬の姿を探してしまうそうだ。祖母と双眼鏡。俺の祖母には、毎日朝早く一人で散歩に行く習慣があった。その時には必ず双眼鏡を持っていく。その理由を尋ねた時に、こんな話をしてくれた。祖母がまだ幼い時のこと。ある日の早朝にたまたま目が覚めて家の外に出ると、遥か遠方、山の間に巨大な何かが顔を出していることに気づいたという。呆然と眺めているうちに、それがこちら側にどんどん近づいていることが分かって、祖母はすぐに両親を起こしたそうだ。両親もそれを見て驚き、三人で手分けして集落中に伝えて回った。最終的に、集落の人々を全員集めて、できるだけ遠くに避難することになったらしい。正午あたりにそいつは集落を通り過ぎた。その頃には祖母を含む集落の人々は、数キロ離れた林の中でまとまって隠れていたそうだが、そこからでもはっきりと見えるほどのそいつの巨体と、響き渡る。っていう声が強烈に印象に残ったそうだ。踏み荒らされて壊滅状態かと思った集落は、なぜか全く荒れていなかったと。もちろんそいつが何なのか、
知っている人は誰もいなかったんだと。それ以降、祖母はそいつが怖くて仕方なく、毎朝早起きしてそいつがいないか確かめるのが日課になったそうだ。でも今では町の建物が高くて、家の近くからでは遠くの山まで見ることができないので、わざわざ少し遠出して双眼鏡で景色を見ているんだということだった。先日初めて新宿に行って、ビルの高さと多さに驚いたのがきっかけで思い出した話。あんだけバカ高いビルが所狭しと並んでたら、そういうのがすぐ近くまで来てても、気づかないかもね。野球部のマネキン。まだ昭和だった頃、私の高校時代の話です。野球部の部室に遊びに行った時、なぜかマネキンの頭部が無造作にゴロンとありました。なんで野球部にこれがあるわけ？と、クラスメイトである部員に聞いたら、平然と、帰ってくるんだ、と言ってました。どこに捨てても翌朝には部室にあるそうです。そして、こいつ、話せるんだぜ、と、意味不明なことも付け加えました。はぁ？固まりました。部員はマネキンのまだらになってる髪をつかみ上げ、挨拶しろ、と、マネキンに言っています。はじめは私を担いでるのかと思いましたが、彼はマジでした。もちろん、マネキンは話すわけがありません。すると部員は、恥かかせやがって、と怒鳴り、マネキンを床に叩きつけました。部員のあまりのマジっぷりに驚きながらも、いつもなら話すのか？と聞いてみたところ、ああ、少し片言だが話すんだ、と、少々ご立腹の様子。本当なんだぜ？と訴えかけてくる彼に、私は否定することができませんでした。まあ、部外の俺がいたからかもな、と、適当に話を合わせて。ところでこのマネキン、なんで髪がまばらなんだ？どうせだったらお前と同じく丸坊主にしたら？なんて言ったら、部員が言ったんです。この前そいつ、バリカンで丸坊主にしたんだぜ。まばらなのは伸びてきたんだ。まったくみっともねえ。マネキンを蹴りながら、彼は平然とそう言い放ちました。私が野球部に遊びに行ったのはこれが最初で最後になりました。永久欠番のマネキンに聞きたい。なぜ君は野球部に帰ってくるんだ？妹の作った人形。俺、三人兄弟の真ん中なんだけど、下の妹が電波。電波っつうか、まあ可愛い妹だしあまり悪くは言いたくないんだが、やっぱり電波ってのが俺にとっては一番ぴったりくる言葉。妹は手芸が得意で、小物から結構な洋服作り、刺繍、編み物、割と何でもできる。そんで、昔から継続して作ってるのが布製の人形。ぬいぐるみに近いかな？手芸がよくわかんない俺からすれば結構よくできてて、店で売ってても違和感ないレベル。俺の彼女は材料費提供して作ってもらってたし。で、兄貴の方はもう結婚してて幼稚園に通ってる娘がいるんだが、俺も妹もその命にメロメロ。妹は命がぬいぐるみとか人形の類が好きだと知り、張り切ってお得意の人形作りをしていた。不思議の国のアリスみたいにフリフリのドレスで、カバンにつけられるようにちょっとした紐もつけた。細かいことに着せ替えができるようになってて、今はもう替えの衣装が20着以上あるんじゃなかろうか。メイは体操気に入っていたし、妹もそんなメイを見てご満悦だった。それで、その人形が盗まれた。犯人は、メイと同じ幼稚園に通ってる女の子の母親。メイの家に娘と同伴で遊びに来た時、一目惚れして盗んでしまったらしい。かっこその人万引きで捕まった過去があるらしい。亡くなった時は盗まれたとは思わず、紐が切れたのかとか落としたんだろうとみんな思ってた。メイは、人形ちゃんいないの。と号泣していて、母親に怒られつつ慰められていた。メイの母親、義理の姉に、
ごめんね妹ちゃん、本当に。そのうちまた作ってもらえるかな？と言われた時の妹の電波発言。大丈夫ですよ。そのうち帰ってきますから。まあ、昔から妹の作ったものには、何かオカルトなことが起こりがちだった。今回人形を盗んだ奴は、枕元に人形が立ったそうだ。ありがちだけど。人形は？帰りたいんです。私はあなたのものじゃないんです。私の家はあっちなんです。姉ちゃんが泣いてるんです。私も泣きたいです。的なことを延々繰り返してたらしく、また人形の表情自体も、恨みがましいものにだんだん変わっていったため、そいつはビビって返しに来たそうだ。事後に俺が見た人形の表情は別段なんてことなかったが、ちゃんと返しに来たし反省もしてるし、今回は多めに見て許すことにしたそうだ。もちろん、彼女が兄貴夫婦の信用をなくしたのは当然だが、俺の心霊的な知識があまりない頭で考えると、妹の作ったものには人格があるっぽい。つくも神、っていうのだろうか。ちょっと違う気もするんだけど。よくあんじゃん。物を大切にしててそれに助けてもらった。みたいな話。ただ、それって長い年月を経てって話がほとんどだと思うんだけど、妹の作ったものの場合は最初っからポーンと人格が入ってる感じ。妹は、帰ってくるよ。そういう子だから。姉ちゃんのことを姉みたいに思ってるから。なんて言ってた。帰ってくるって、そういう意味だったのね。おいおい、呪いの人形とかにならないだろうな、というと。そんな悪い子に作った覚えはありません。だってさ。そうですか、そういうものなんですか。なんか話まとめてたら、俺も電波かもしれないと思えてきたわ。K さんが行くまで。職場にパートの主婦の人、K さんがいるんだけど、その人の話。その人がうちにジムパートで来たのは4年くらい前。もともと正社員で15年くらいジムやってた人で、仕事も慣れててすぐに職場に馴染んでくれた。で、うちは会社向けの品物を卸している卸問屋になるんだけど、ある日、全然知らない中年男性が受付でぼーっと立ってるのね。で、知り合いが勤めているんだけど、会いたいというわけ。名前を聞いても言わないんだけど、髪型とか服装とか特徴から K さんってことが分かった。K さんを待ってる間も、心ここにあらずっていうか、なんていうか能面のような顔で待ってて、少し気味が悪いなと思ったけど、知り合いってことだったしセキュリティ厳しい会社じゃないから、すぐに K さんを呼んであげた。K さんが来たら、その中年男性もじもじしだして、でも目が全然笑ってないというか、K さんを見て動いていない。目だけ座標が固定されている感じ。怖いもの知らずの女の子が、お知り合いなんですよね？って聞いたら、K さん。え、知り合い？え？え？お客様じゃないの？って軽くパニックになっちゃって、そしたら中年男性が、外であなたを見ました。行きませんか？って言い出して、K さんを連れ出そうとするの。それで周りもこりゃやばいぞってなって、女性たちで笑顔でやんわり引き剥がして帰ってもらった。何だったんですかねあの人、みたいな話をしてたら、K さんも落ち着いてきて、もう10年経ったんだな、って、謎の発言をしたんだよね。はっきり言って、普通のおばさん、知らない男性が職場に押しかけるなんて、芸能人みたいな見た目の人じゃない。この事件は管理者の耳に入ったらしくて、飲み会の席で K さんの話題になった。管理者もなんかあった時のためにって思ったんだと思う。で、事情を聞いたら、K さんはたまに見知らぬ男性にストーカーされることがあり、しかもなぜか10年スパンで一人にストーカーされると10年はない。年齢的に次の10年は50代だから次はさすがにないだろう。昔付き合った男性とかでもない、とのこと。この話は一旦そこで終わりになった。で、
最近 K さんと仲良くなって、まあオカルト板に書き込むような私なんで、夏場の暇な時に怪談話になったんだよね。他の人は品物の納品とかで営業事務の人も出払ってて二人きりだったので、結構話が弾んで、会社の倉庫は出るとか、ホテルで金縛りにあった話とかしてた。そしたら K さんが、前に変な男の人来たでしょ？あれ、ちょっと怖いんだよね。で、そやストーカーなんか怖いわな、と思って聞いていたら、シャレにならなかった。知らない人からのストーカー被害が始まったのは16歳の時。真夜中に窓を叩かれたり、玄関のドアノブをガチャガチャされたり、玄関前に黙って立たれたりしたそう。26歳の時には、待ち伏せ、行く先々に現れる。36歳の時に手紙や性的なものをポストに入れられて、いたずら電話からの付きまとい。で、46歳で職場に押しかけられたと。これは前に聞いてみんな知ってることだった。そういうこともあるかもねー。怖いねー。でも旦那さんいるから安心だねー。みたいな話になってたと思う。でも、この話には続きがあった。実は、あまりにもシャレにならなくて言わなかったけど、本当は6歳の頃から始まってるんだ。K さんが友達と公園で遊んでたら、4歳くらいの男の子を連れた中年男性が公園に入ってきた。その男性はごく普通で、男の子も父親みたいに懐いているし、K さんも気にせず遊んでいた。そしたらその男の子を連れていた人が、急にふらふらと近寄ってきて、真顔で手を引っ張るんだって。K さんは最初、自分の息子と遊んで欲しくて連れて行かれるんだろうと思ったらしいんだけど、男の人は公園の外に出て行こうとするんだって。自分の息子は砂場で一人で遊んでいるのに、もう最初からそんな子いないみたいに、真顔でのうめんのような顔で、行こうか。おいで。って、どこかに連れて行こうとするから、振り払って逃げたそうな。これは怖すぎて、親にも相談できなかったそうで。子供って本当にシャレにならないことは親に隠すことあるでしょ？でね、男の人は年齢も体型も全員バラバラなんだけど、言うことが同じ。みんなどこかに連れて行こうとするんだよね。行こう、って言うから、すぐにわかる。それに顔は違っても表情が同じで、みんな明らかに正気じゃないし。私も見た。まるで目だけが座標固定されてしまったように動かなくて、脳面のような顔。36の時の電話なんか、留守電にずっと、行きましょう、行きましょう、行きましょう。しか入ってなかったしね。K さんは、来た人の顔を見るとすぐにわかるらしい。全員違う男性なのに、みんな同じ顔に見えるって。前回はまさか仕事場に来られるとは思わなかったので不意打ちだったけど、行きませんかと言われた時点で、10年ごとのあれか、と、すぐに分かったらしい。私のオカルトの右的考察だと、妖怪みたいなのに K さんが好かれてて、10年後に近くにいる男の人の体を借りて、K さんに猛烈アタックしているんだと思うけどね。そいつは毎回、行こうって言うらしいんだけど、一体 K さんをどこに連れて行こうとしているんだろうね。K さんは56になる来年はさすがにないだろうと言っていたけど、私はあると思うんだよね。56の時も、66の時も、下手したら106になったって迎えに来るんだと思う。そう、K さんが行く、その日まで。映ってたんです。千葉県の某ダムに行った時の話。このダムは、ガキの頃に親父に連れられてバス釣りを覚えたダムだ。嫁と娘を連れてボートで湖面を進み、いつもの立ち木のポイントで早速ヒット。かなりでかいぞ。その時、ぼっちょん。胸のポケットに入れていた iPhone が湖に落ちた。げっ、と思いつつもバスを無事取り込んだ。58センチの自己ベスト。しかし電話兼カメラの iPhone は湖の底。記念の写真が撮れない。
ちなみにその時嫁の携帯も使えず。だが、こんなこともあろうかと、非常用に富士カラー映るんですを持ってきている俺に資格なし。その日は映るんですで写真を撮った。で、帰りに自宅近くのカメラ屋で現像頼んで、翌日の仕事帰りに写真を受け取りに行くと。おかしい。何枚か写真が抜けてる？58センチを持ってる写真と、笑い顔の娘の写真が、ない。一番欲しい写真が抜けてることに憤りを感じた俺だが、どうも店の判断で、申し訳ないがその写真は渡しかねる、ということのようだ。とりあえず自宅のスキャナーでフィルムを読み込んでみた。写真がない理由がなんとなくわかった。スキャナーで取り込んだ画像にはちゃんと俺の写真があった。58センチのバスを片手に意気揚々、得意満面の俺。そして俺の背後から長い手が俺の首を絞めている。全身サブイボが総立ち。さらに娘の写真には、同様に謎の手が脇をくすぐっているような。そういえばあの時の娘は最初ぐずっていたが突然笑い出したんだった。その理由がこれか。そしてもう一枚、立ち木を背景にした嫁の写真。立ち木の枝に身長30センチくらいの女が。すげえ、これが心霊写真ってやつか。アナログカメラ万歳。この写真をどうするか考えたが、とりあえず近くのお寺でお祓いをしてもらうことに。しかし、寺の住職は、それはうちよりも神社でやってもらった方がいいなぁ、とのこと。それで住職に紹介してもらってこれまた近くの神社へ。しかし神主さん曰く、ああ、こりゃ心配ない。現地でいたずらされて殺されることはあっても、この写真が災いをもたらすことはないから。一応お払いしとこうか。5000円かかるけど。万年金欠家族のうちらは、丁重にお断りして神社を後にした。ふと気になることがあり、実家に寄ってから帰ることに。そして実家から預かった大量のネガフィルムを吟味して、例のダムで親父と釣りに行った時の写真をスキャナーにかけてみた。するとあるはあるは、例のダムで写したネガフィルムには必ず1点から3点くらいの心霊写真が。それも必ず例の立ち木ポイント付近のやつばかり。身長30センチくらいの白いワンピース風の女が、腕をニョキーと伸ばして、俺の首を絞めてたり親父の肩を持ってたり。恐ろしい。私は恐ろしい。しかし冷静になって考えてみれば、俺も親父もこれまで大きな事故も大きな病気もせずに元気に過ごしてきた。それどころか親父は昔競馬で何度も万馬券を的中させ、勢いで車を2回も買い替えたことすらある。もしかしたら、ダムの女は悪霊や自爆霊や妖怪などではなく、幸福を呼び込む湖の精霊だったのかもしれない。嫁にそのことを話すと、アホか。と、一蹴されたが、ところで競馬って難しいの？次の釣りはいつ行く？と、目が輝いていた。人生を変えた電話。昔、2年ぐらい引きこもりやってたある日のこと。突然、姉ちゃんに、あんたに電話だって。と、受話器を渡された。友人とも疎遠になってたから、誰だろうと思いつつ、もしもし、と電話に出た。無言。こっちから何を話しかけても全くの無言。けれど、背後の音は聞こえてくる。車のクラクション、人の話し声、風に揺れる木の葉の音。普通なら気持ち悪いと思うところだろうが、こっちは2年も外に出ていない引きこもりだ。久しぶりの街の生活音を聞いて、心が弾む。俺は急に外に出たくなった。そういえば、そろそろじいさんの命日だったし、天国のじいさんが心配してかけてくれたのかと思いつつ、感謝とともに電話を切ろうとした。すると、かすかに女性の話し声が聞こえた。こっちに何事かを伝えようとするか細い声。
受話器に耳を押し付けてその声を聞き取ろうとした。あの、突然こんなことを言うのはおかしいかもしれませんけど、初めて会った時からずっと好きでした。付き合ってください〇〇さん。は？口が開いたまま塞がらない。え？あの、私バツバツですけど、付き合ってもらえませんか？不意の告白を受けて、俺が伝えるべきただ一つの言葉を彼女に送った。番号間違ってます。え？あれ？〇〇さんじゃないんですか？ええ、うち三角三角です。け、間違えました。すみませんすみません。ガチャ。これが引きこもり脱出の鍵になったものだから、人生わからない。あの時の女の子は告白に成功したのだろうかと10年経った今でも思い出す。電話のすぐ後に姉ちゃんに、なんで俺宛てなん？と聞いてみたら、弟さんお願いします言われたから。とのこと。いきなり告白されてビビったわ。と苦笑いすると、直後に姉から衝撃の一言。何？あんた、男に告白されたの？本当にじいさんが取り次いでくれたのかもしれないと思った。